おお、おまんか。わしは昔しょっちゅうここへ通いよったんじゃけんど、最後に来た時あることにケリをつけておらんくての。ああ、いくらおまんでもそれを言うわけにはいかんぜよ。今日のところはここに入る踏ん切りがつかん。他の依頼を先に片付けんかい。わかったわかった、これも日本を新しくするためじゃ。八郎さんならこの黒源は道場にいるち思うが。久しぶりだな龍馬。ああ、ご無沙汰じゃった。今日は八郎さんに頼みがあっての。この日本を変えるため、わしは今幕府の立て直しを考えちょる。八郎さんのような剣豪にも手伝ってほしいんじゃ。幕府の立て直しね。そいつはすごいな。少し考えさせてくれ。それはそうと、千葉の鬼小町殿がお前を待ちかねてたぞ。坂本様、いやだか、お待ちしておりました。私と祝言を挙げに戻ってきてくださったのですね。さな殿も久しぶりじゃのう。すまんが、今のわしにそういうことを考える余裕はないんじゃ。おや、約束を反故にするおつもりですか。どうしても嫌だとおっしゃるのなら、私と勝負してください。わかったぜよ。じゃけんど、昔からおまんが相手じゃと、どうしても手加減してしまうじゃろう。こいつはわしと並ぶ腕を持ちょる。代わりに立ち会うぜよ。この方と納得はできませんが、それで約束を果たしてくださるなら私は構いません。さすが坂本様のご友人、大した自信をお持ちのようですね。面白いことになってきたが、部外者は引っ込んどくか。いざ勝負です。千葉周作がめい、千葉さな参ります。なんて腕の立つお方。見切られた。まだまだ。作画名千葉さな参ります。なんて腕の立つお方。見切られた。
まだまだ。また今度ちゃんと説明するき。今はあいつを追わんと。よう、ご苦労さん。サナ殿と龍馬ならどっかへ走って行ったぜ。今は二人きりにしといてやれ。ところで、そもそもは俺に幕府の立て直しを手伝えって話だったよな。お前が勝ったら手を貸してやる。悪いが全力で行かせてもらう。に手は貸せねえな。手伝ってやるよ。
ああ、従うとしよう。八郎、何かありましたか？サナと龍馬くんが飛び出していったようですが。あ、千葉先生、お騒がせしてすみません。こいつと少しやり合いまして。みんないい顔ですね。事情を聞かせてもらえますか？こら、失礼だろ。こいつは龍馬の連れです。幕府立て直しのために二人して腕の立つ剣士に声をかけて回ってるんだとか。実は俺もこいつに敗れてしまいまして、手を貸すことになりました。ほう、免許皆伝の八郎に勝つとは。せっかくですし、小谷道場にも行ってみてはいかがですか？師範の小谷殿は江戸で最も剣士に顔の広い御仁、きっと力になってくれると思います。ぜひまたうちにも顔を出してください。龍馬くんの友人なら遠慮はいりませんよ。誰？何の用？あなたも私と同じ志を持っているようですね。けど今はそれどころじゃないの。勝海舟。ああ、幕臣の。この件が片付かないと話なんて。あなたに話したところでとは思うけれど、他に頼れる人もいないし、お話ししましょう。私は楠本稲。西洋の医学を学び、ここでコロリの治し方を見つけようとしていました。苦しむ人たちを見過ごせないので。けど他の仕事もあってなかなか先進できなくて、そちらの薬を作っていたらなぜか毒薬ができてしまった。とても危ない毒です。容器に封じておかないと毒の霧があふれ出てしまう。どこからか倒幕派がそれを嗅ぎつけたらしくて、私に作り方を聞いてきた。きっと悪用するつもり。断ったらこの医学書への嫌がらせが始まって、同僚はみんな怖がり逃げてしまったんです。今朝倒幕派から脅迫状が届いた。ここを襲うって。
逃げるわけにはいかない。私が医学書を守らないと。いいの？わかった。ぜひお願いします。日が落ちれば倒幕派はここを襲いに来るでしょう。用意はいい？門はすべて塞いだから破るのに時がかかる。来るとしたらおそらく裏庭から。あなたのこと頼りにしている。でも無理はしないで。が来ました。一緒にこの医学書を守りましょう。庭に毒薬の壺がたくさんあるわ。投げ捨てて追い払って。やるぜ。お前嫌い。調子悪いがかい。
ではないですよね。邪魔するな。おとなしくしてもらうまでじゃ。毒はまだ残ってる。私も手を貸します今日はこの辺にしといてやるわ。出直しじゃ。おかげで助かりました。本当にありがとう。これでやっとコロリの治し方を研究できる。もう一つ頼んでいい？医者の楢崎正作先生に会ってきてほしいんです。楢崎先生は戦犯の大獄で捕まり、今は牢に入っています。捕まる直前までコロリに効く薬を研究していたと聞きました。この医学書を立て直すには時がいる。その間に彼の話を聞いてきてもらえるとありがたいのだけれど、どうかお願いね。私はここにいるから、何かあれば来てちょうだい。は打ち首に処す。お奉行様からの通達だ。
父さんはもうすぐ釈放されるって話だったのに、何かの間違いでしょ。ちゃんと確認してよ。仮に間違いでも、もはや確かめる暇間などないわ。予定通り刑は取り行う。分かったら帰れ帰れ。おお、おまんも来てくれたんかい。勝さんから奈良崎少作に会うよう言われたんじゃ。コロリの直し方を知っちょるかもしれん先生じゃき。けんど来てみたら打ち首になるっちゅう話で。そんなことは勝さんから一言も聞いちょらん。妙じゃろ。さっきのは先生の娘さんじゃ。チックと様子を見てくるかい。あの娘、塀を乗り越えるつもりじゃないかい。おまん、何を考えちょるんじゃ。中へ乗り込んで父さんを逃がす。無茶はやめんかい。おまんはおとなしく待っちょれ。先生のことはわしとこいつで何とかするき。分かっちょるな。牢屋敷へ忍び込むぜよ。おまんが来てくれたきどうとでもなるじゃろ。いろいろ考えたんじゃが、この辺りでわざと騒ぎを起こして捕獲されるち言うんはどうかい。ほいたらとりあえず牢へぶち込んでおこうとなるはずじゃき。なかなかの妙案じゃろ。よし、追っ始めるぜよ。すぐにでも投獄されると考えちょけ。準備はええかい。行くぜよ。ほいたらさっきのお役人のところへ戻るぜよ。牢屋敷の真ん前で騒げばすぐ牢へ入れるじゃろ。またお前たちか。なんだ獣め。ふっとよ。もくろみ通りじゃのう。あとは出るだけじゃ。そうだ、来たよ。何でもするからもう勘弁してくれ。預かっていた荷物は返す。牢からも出してやる。それでいいだろうな。あの偏屈な医者のことか。奥の屋敷へ連れて行かれたが詳しくは分からねえ。もういいだろう、行ってくれ。よっしゃ、わしの出番じゃな。うまくいったの。誰かいる。
うまくいったの。覚悟しろ。貴様ら。決闘や。先ほどの小娘の手引き。やる。やる。うっ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 。うまさか俺を助けに。ありがてえ。誰かおるのか？
様、そこで何をしている？兵が待ってるか。ここで始末してやろう。それが手の刃が。試し切りに使ってやる。誰かおるのか？貴様、そこで何をしている？ここで始末してやろう。それがしの刃が。奈良崎小作じゃな。チック道を待っちょってくれ。鍵はあったかかい？なんちゅう度胸の女じゃ。無茶しよって。お寮、何を考えとるんじゃ。礼は言っておく。で、何が望みだ？ただの善意で助けたわけではなかろう。楠本稲か。名は知っている。つまりコロリ絡みというわけだな。早めに顔を出さんとうるさそうだ。失礼する。お前、お領地言うたかい？わしは坂本龍馬、同じ龍じゃ。これも何かの縁じゃち思わんかい？また会えるかの？どうかな、会ってあげてもいいよ。